今日は150ページについてお話しましょう。ここには子どもの頃に何をやってきましたかという問いがありますよね。結局成功者たちが若いうちからどんどん成功してしまうのと、そうではない人たちが40になってもまだぐずぐずしているのと、この違いは子どもの頃の生き方にあるということが書いてあるわけです。子どもの頃あなたはどんなふうに生きてきましたか？やはり成功者はどん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 自分で仕事を進めていくわけですから、子どもの頃から自分で何かをやろうとしてさっささっさとやったということですよね。特に重要なのは、例えば学校の中でどんな役割をやったかということなんです。なんとか係、なんとか委員というのがありますよね。部活で主将になるとか、そういうこともあります。つまりそういう責任ある立場をどれだけやってきましたかということなんですね。これとても重要なんですよ。どれだけ責任を取ってきたか、どれだけ積極的に動いたか、どれだけ視野を広くしてみんなのために動いたか、そういうことを小学校の頃からやってきた人と、大人になってからそれを仕事で言われてやっと動き出す人では全然違いますよね。ですから子供の時からそれをやったかどうかをもう一度チェックしてみてください。これはチェックしないと忘れてるということもありますよね。つまりいやいやであろうとも、それをやっていればそれはやはり身になってるんです。ですからそれをいやいややったなという思い出ではなくて、結局ちゃんとやるべきことをやってきたと認識するのはとても大切なんですよ。あと第一子の人は必ず下の子を面倒を見たわけですから、それもやはり部長やキャプテンと同じ立場なんです。ですからそれもちゃんと考慮しましょうね。ということで、自分を純粋に振り返ってみて、どれだけ上の立場をやったかなとか、どれだけ責任を持って仕事をしたかな、どれだけ積極的に取り組んだかなということを振り返り、一度紙に書いてみるといいですよ。そしてそれを褒めてくださいね。その時は不満もあったかもしれないけれども、でもやった、そういう認識をするとだいぶ前に進みますよ。そしてそれが仕事で成功するベースになるんです。ぜひやってみてくださいね。ではまた次回。